さてアイテムも全部補充してきたから行きますか。大妖精の試練。始まった。これあれだな、獣の試練の方が使い回しか。何時の力自身に問いたる者に試練を与え。お、見えてるね。行くぜ。一回完了。ちょっとずつ難しくなるっていう。まああの獣の試練を乗り越えた俺ならいけるはず。はい、二回。ネズミとコウモリたちか。いいか、まだ大丈夫だろ。結構いる。あんまり食らいたくないな。攻撃差しといてからカウンター。よし、オッケー。まあ最悪この2000ルピー使って無敵のやつ使いやね。ブーメラン落ちた。俺が落ちる。よっ。と。同時はしんどいな。よし。隙あり。ノーダメノーダメ。お次はクモさんだ。クモさんはもっと好きです。クモさんはこれはもしかして縦アタックからの。人間系じゃないからあれができんか。カブト割りにいけんのか。こいつまだ気づいてないぜ。気づいてない。やっぱ狼より人の方が戦いやすいな。おっと、そう、こいつらが強いんだよな。どうしようか。弓装備してどうだ。これ狙撃できるか。無理だな。うん、飛び降りっか。2発無駄にしてしまった。くそ、やっぱ遠距離が一番強い。くそ。よし、守備力高えな。4分の1マスしか食らわないのか。これもあれだよね、先に倒しといた方が絶対安全だよな。狙撃入ります。 TPS ちゃんと補充してきてるからね。まだ94発残ってる。下にもいいんじゃないか。はっ、やっ、いきます。楽ちん楽ちん。ここ暗っ。ただ全50回らしいから長えな。炎の あれだな、トカゲだ。クローショット、いい。クローショットは消費がないから。た
ただ自分に向かってこないとスピードがないから当てにくいという、そういう弱点はあるんだ。気づかれた。クソ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 。尻尾がガラ空きですよ。暗いな。もうちょっと明るくしてくんねえかな。お次はアメンボっぽい人か。上から来る。普通に正面から戦おう。トゥントゥントゥン。そう、獣の試練でもあったけど、もしかすると狼になったら掘れるとこあんのかな、ところどころ。どうだい？ないか。ところどころにはあるかもしれない。リザルフォスかける2。こんなんいじめできるんだよ。もったいねえな。いや普通に行こう。ちょっと待って。おら待て。遠距離がいたか。お前だお前。まさかね、足元に隠れていたとは。とりあえず10回かな。とチェック。あ、大王星様。おほほほほほほじゃねえぞ。びっくりだよ。時のオカリナの時のインパクトはどうしたんだ。美しい勇者よ、試練の洞窟へよく染まえられました。私は大妖精、世界の妖精を滑る妖精の女王。あなたのここまでの活躍をたたえ、とあるの泉に妖精たちを使わせましょう。ここから先は足場なき絶壁を伝う力を備えていなければなりません。挑戦を諦め装備を整え直すならば、地上に戻してあげましょう。そういうのはいらないね。この何、もしかして話しかけると地上に出ますかって言われるの。怖いんだよなこれ。聞かずにいきなり持ってかれたらどうしようって思う。一度地上に。おお、よかった。いいえ。時々さ、あの確認なしで直接ぶち込まれる時あるよね。ああいうの怖いわ。宝箱、よし、ハンコ。ハンコが5個とゴーストが3匹いるはず。なるほど、これがなければいけませんよと。カラ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 。なにこれ。キョッチ悪いんだけど。じゃーん。ダメだった。いけると思ったんだけど。ひぃ、お金じゃ取れんかった。今回結構回転切りの判定が厳しめなんだよね。よし、うっそん。はーい。はーい。
これスピナーのやつだよな。お、明かりついた。どこ開いた？え？もしかして。よっ。それすらこの上に行かなきゃならんのか？よっと。あー、そういうことか。ネイトさんならぴょんぴょんすんだけどな。スピナーか。めんどくせえな。よっと。ウィーン。飛び出せ。チュ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 だ。チュチュなんかあれじゃね、ゼリー使ったらここで回復できちゃうんじゃん。はっと、ちょっともっとバラバラになれ。俺の体バラバラだ。紫はなんだっけ、ランダムだっけ。プラスかマイナスかランダムだっけ。あんまりいらないやつだ。あ、開かね、開くのおっせ。こいつはな、どうだったっけ倒し方。いたな、爆弾？爆弾やだっけ。ですよね。そんな覚えあるわ。あ、カエル残ってる。ほっ、ちょっと強いのこいつ。逃げ惑うがいいわ。さらばだ、さらばだ。ガーン、トゥー、13回。行くか普通に。回転切り、気持ちいい。楽勝だぜ。安全に行くのもいいけど、だれるんだよね、安全に行きすぎると。お次は、うわー、ゴブリンたちが大量だけど弓使いがいないんなら突っ込んでもいいかな。回転切りが出ない、回転切りが出ない。出た出た。ふう、暗いよ、超暗い。行くぜ。暗いだけだ。別に強くもない。暗いよ、狭いよ、怖いよ。まだいた。いざとなったら私にはお金の力がある。このこれね、マジックアーマーを使えばね、ルピーの間はノーダメージになる。終盤のきつい戦いがあったら使おうかな。あ、ゴースト発見。ゴースト以外は何がいいんだ。ミカ、行ってみますか。は、骨だ、骨ワンワン。骨倒してから
多いな骨。よし、チェンジワンワン、チェンジゲッターワン。そのワンは犬のワンだぜ。ゲッチュ、ゴーストの魂を手に入れた。これにてゴーストあと2匹。敵の姿が見えないだと。どうやら敵の姿が見えないようだ。来いよ。はあ、やったぜ、気持ちいい。回転ギリ気持ちいいよ。上になんかいる、なんか光ってるんですけど、どういうことなの。チュチュかな、レアチュチュじゃね、さっきの。ほらレアイノいるじゃん。あ、なるほどね、レアイノをうまくとっとと倒して回復薬に使えばよかったんだ。なるほど、なんか途中回復できるじゃん。ちょっとプレイが適当になってるね、我ながら。ふう、なるほど、うまくすればレアチュチュで完全回復狙えるじゃん。チュチュはあの救えるやつも終わらないとね、倒したハンデにならないから結構時間がかかってしまう。よし20回ハイレグアーマーを装備したケバイ大王星様をね、覚えてる人はこれ逆に違和感だよ。はい、よくぞここまでたどり着き、はい、フィローネの泉に妖精たちを使わせましょうと。見てつくこれを打ち砕く力を持ってなければと。持ってます。はい、ハンコー。氷行きたくねえな、氷のやつぐらい嫌いなんだよな。 あれね、よし、普通のゴブリンか。じゃあ飛び込むかな。飛ぶ、そう、これなんだよな、剣片付けてんだよな。出てると思って回転切りしようとしたら一回転した時点で剣を取り出すっていう、あれでちょっと無駄ダメージを食らうと。もったいないところが。ハンマー。さあ次はコウモリさんじゃないですか。ちょっとやりたいな、あえて。おりゃー、ダメか、普通に回転に戦うか。あれだ、センス。まだか、あ、あるじゃん、回復ください。あ、結構回復出るじゃん。獣の試練の時1個しか出なかったぞあれ。あとビャー、うまい。ちょー、次は何も姿が見えません。姿見えません。じゃあ行こう。小さいおっさん、
おっさんじゃねえけど。どうかねさて、お次はこれ剣かな。いや、行こう行こう。わあ、リーレットじゃねえか。これちょっとまずいぞ。これちょっとまずいって。画面端、画面端。端っこから順番に倒さないとこれきっつい。逃げろ逃げろ。よし、ドーン。ここはまずい。逃げるんだ。とりあえず画面端、画面端。よし、くらえ。投げたのと戻ってくるので倒せる。戻ってこい。ちょっと5体はびっくりしたよ。よし、これちょっと重たいんで、お荷物です。ふう、しまう。あ、しまうと軽いわ。わけわからん。どういうことなの。おーっと、びっくり。下からも来てる。うん、もういいか。いって無駄だめ。遠距離のやつら帰れ。おっと、逃がさん。剣が届かなかった。はい、もうちょっと長くなってくれよ。にん、下見にくいのかな。骨だな。骨、いや、行くか。来いよ。回転、おお、盾一瞬で壊れたけど。お前ら安物の盾使ってんだな。2周、3周。お前ら盾よりよっぽど丈夫じゃんっていう。あれ？あ、爆弾か。粉々になった。あいつらさ、脆そうなのに盾より全然硬かったな。雲だ。雲どうやって倒すんだったっけ。あんま覚えてねえな。届かん。これ別にいいか。でこいつら倒して、うん、幅強えな。ハンマー超強えな。その代わり重いんですけど。飛び降りて回転切りでいいか。いきます。ジャンプ切りの威力を見たか。痛い痛い痛い。まだいる。結構強いぞこいつら。ザコゴブリンじゃねえのか。中ゴブリンぐらい。ゴブリン中、意外に強いんですよこいつら。回転切りで倒せない。出ますよ、祖国のために。
それ違う人だよ。はっ、ん？小さいやつか？行きまーす。とりあえずちょっとザコを先に倒しちゃいたい。もう行ったかな？もうちょっといるな。痛い痛い痛い。行くぜ。やっぱさ、骨はハンマーで打ち砕くに限ると思ったんだよ。あいつらすげえ打撃耐性弱そうだったもん。いる？ないな。お次、あ、30回。エロ姉さん来たよ。よくぞここまでたどり着きました。たどり着いたよ。オルディンの泉に妖精たちを、妖精たち使わせるの好きだな。命なき石像の主となれる力を持ってるね。コピーロッド